ニュースーパーマリオブラザーズ2の第2弾追加パックをご紹介します。追加パックとして配信するのはコインラッシュ専用のオリジナルコース。第2弾では新たに特徴の異なる2つのパックをご用意しました。3コースすべてにゴールドキノコが大量発生。とにかくゴールドキノコが取り放題のコース1、地上と地下を行き交いながらゴールドキノコを探すコース2、パックンフラワーを倒してゴールドキノコを獲得するコース3、コイン50枚分のゴールドキノコを逃さず入手して目指すコインは3万枚。やり込むほどに記録が伸ばせる3コース、ゴールまでのルートを探しながらコインを集めていくコース1、迫り来るゴールデンキラーからコインを大量獲得可能なコース2、火山弾が降り注ぐ中飛び交うコインを集めるコース3。公式ホームページでは獲得コイン枚数の記録をランキング表示。自分なりのルートで目指すは新記録。ニュースーパーマリオブラザーズ2のコインラッシュではランダムで選ばれる3コースにチャレンジするモードでしたが、追加配信するパックはそれぞれ固定された3コースになり、同じコースに繰り返し挑戦が可能。インターネット接続が可能な場所でタイトル画面からコインラッシュを選択します。画面下にあるショップボタンから各パックを選択し購入いただけます。ニュースーパーマリオブラザーズ2の購入時にはショップボタンは表示されていません。ショップボタンを表示させるにはニュースーパーマリオブラザーズ2のお知らせを受け取る必要があります。しばらくニュースーパーマリオブラザーズ2を遊んでいない場合、お知らせがすぐに届かない場合があります。その時は一度ソフトを起動していつの間に通信の設定がオンになっていることを確認してください。ニュースーパーマリオブラザーズ2第2弾追加パック、10月25日配信開始。第1弾追加パックも配信中。追加パックは任天堂プリペイドカードでご購入いただけます。その他にもクレジットカード決済で直接残高を追加する方法や任天堂プリペイド番号を購入する方法などがあります。詳しくは任天堂ホームページをご覧ください。